こんにちは、ムカチャンネルです。このチャンネルはデザイナーズトイと言われるソフビをメインに紹介しております。 Twitter の方には紹介はしてないんですけども、 YouTube をねチャンネル登録してくださっている方に向けて定期的にトイ雑談というおもちゃを交えながらの雑談っていう動画も配信しております。まあこちらは比較的短い動画でノー編集ノーカットでお送りしております。ぜひ興味のある方は YouTube の高評価チャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。ムカチャンネル、はい、本日紹介するのは今こちらに並んでいるんですけども、村瀬材木さんからはウオメカシリーズのメジマグロという作品になります。はい、こちら造形です。マグロがロボット化した造形になっております。こんな感じですね。なんか飛行機みたいな造形ですよね。それに魚が融合したっていうような造形になってて、めちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいし可愛いし。塗装なんですけど、このようにべったりとした塗装タイプと、こうね、なんて言うんでしょう。塗装後に墨入れされた方がメカっぽさがすごい出てて、めちゃめちゃリアル。はい、このデフォルメされたような造形でメカと魚の融合、いやこれめちゃめちゃたまんないっすよね、この造形ね。なんかあの昔シューティングゲームのファミコンとかでこういうのほんと出てきそうですもん。いやー、なんか、まあ、そこまで意識されてないかわかんないんですけど、勝手に昭和さみたいなのも感じ取ってしまいましたね、これは。すっごいハマってしまう造形です、これ。癖になるね。いやー、たまらんな。めっちゃいいな、この造形。デフォルメ、メカ、魚。たまらん、たまらん造形。で、こちらは、バグガチャ24シリーズのラインナップの一つになっております。動画の後半には一つずつね、ターンテーブルの方で回しながら造形はゆっくり見ていきたいと思います。で、村瀬材木さんなんですけども、魚好きの造形作家さんで、水生生物モチーフでメカをデザインされております。村瀬材木さんのホームページに飛ぶと、このバグガチャなんでこちらちっちゃいんですけども、元の大きさのどれぐらいなのかな、まあ、これより全然大きい、写真見る限りはこれぐらいの大きさはあるんじゃないかなと思うんですけども、こういったサイズのメジマグロのレジンキットの方も販売されております。他にも水生生物をモチーフとした、まあ、このマグロだけじゃなくて、いろんなね生物がメカになった作品もいっぱいありますので、ぜひともホームページの方をご覧になってみてください。で、過去にですね、村瀬材木さんは、なんと、はい、こちら、作家さんは、白露さんの電子タコ、こちらとコラボした二人展みたいなのを開催されておりまして、なので今回、このメジマグロ、バグガチャで出るっていうのはすごい、電子タコを持っている方は特にですね、こう一緒に並べたくなる共演なんじゃないかなというふうに思います。で、二つとも海生生物をモチーフにしているっていうところと、あとロボ、メカっていうところが共通ありまして、二人展っていうのが開催されておりました。はい、本日は村瀬材木さんからは、ウオメカシリーズのメジマグロの紹介でした。じゃあねー。
Misunderstand.